実践編です。まずこのサドルからピンを抜きます。すでに3本抜いておりますが、抜き方はこのツールを使って差し込んで抜きます。この時に押さえておかないと、キュッと入れた時にこのピンがピューンとすっ飛んでて行方不明になりますんで気をつけてください。以上。はい、そしてピンを引っこ抜いてまとめます。そうしましたら弦を張っていきますが、6本は大変なので こちらの上と下代表で6弦と、3弦ですね、2本やります。よいしょ。6弦ナタリオの弦はこのエンドピンですかね、ここに色がついているので間違いなくていいです。まずはこのピンを、これ6弦ですので、この穴に入れます。まあできればこのこれ丸なんですけども、ピントが合わない丸なんですけども、この丸を縦ですね、このような形で、このような形で、この向きですね、こうじゃなくてこう、この縦の向きで入れてピンを刺します。そうしましたら、ペグの穴をこの刺す方向に向けまして一旦まあ通します。でいっぱいまで引っ張ります。そうしましたらですね、このブリッジのこの根元を持ちましてですね、これをだいたい1フレ半ぐらい目安にホール側に引っ張ります。1フレットと半分ぐらい、だいたいこのぐらいで、そうすると弦がたわみますので、このたわみを使って巻きます。巻く手元、このたわみを使ってですね、この持った時の上になる6弦5弦4弦の方ですねは、その上側、ギターを持った時の上側にこのたわみを使って一巻きします。そしてこの最初に引っ張った弦のちょっと待ちを、このたわみを、上側にたるませて
と最初に通したこの弦の上を通過で一回巻きます。こうですね。そしたらこのブリッジを押さえつつペグ巻き、これを使ってくるくる巻きます。そしたらえー、最初に通した弦の上通ってますけど、これをこうこの先に通した弦を上と下で挟み込むようにしますんで、この押さえてる親指を下向きに、2回目の2巻き目はこの弦の下を通るように巻きます。くるくると、その時にこの親指緩めないようにします。このくらいでいいですね。はい、これで1本出来上がりです。同じ要領で残りの5弦をやっていけばいいです。4弦を使ってみます。4弦はダダリオの場合このピンが黒です。こうじゃなくてこう、まあ縦ですね。ごめんなさい、3弦です。4弦じゃないです、3弦ですね。3弦は緑です。 1,2,3 向き見といてください。この向きで入れます。はい、しましたらまずまっすぐ通します。はい、そうしましたら先ほどの通り、このブリッジから一フレ半ぐらい、ホール側に引っ張ってたわみを作って、このたわみを使います。今度、3,2,1 弦、持った時に下になる方は、上は上回しなすんで、下側は下回し、こっちですね、下側を回して、下側を回して一度この通した弦の上を通します。はい、そうしましたらまた親指でここを押さえてペグ巻きで巻きます。今度逆回しですね。はい、二回り目は 2周目はこの弦の下に行くように親指でグッと押さえながら巻きます。ここは上に行ってしまったら何度かポジションを直し、何とか下にしてください。あとは勢いで巻きます。ここで浮いてしまう場合はこの根元を押さえてもいいですね。よいしょよいしょ。あんまりたわませすぎると巻きが長くなって大変なので、程よく。